回のゲストはこの方です。最初はイルバネチョナグのチョナグのマネドトンデアコンドムで天生タンカジャマナコノチョザモノえいコンドジョマタイチェイグツナチャンネル解説おめでとうございます。乾杯です。まあまあ、いやどうよマジで、いやすごいですね、意外なね、いや意外な本当にびっくりしてるとか、ちょっとなんか僕らの一番最初当初始めたノリとは、うんうん、こんなにね全然レベルの違う、いやだ花とか、いやもうねやばいっすよ、龍神ありがとう、あ本当にありがとうございますありがとうございます、いやすげえ、ありがとうございます、いやマジいろんな人からいやなんか見たよとかさ、うん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 、びっくりした。お前も結構その日やばかったやろ。いやもうだからもうコメントとかね、うんうん、DM とかがすっげえあって、うん、やっぱこうねその日にくれたら、うん、やっぱその日に返したいじゃないですか。でもう全部なんかとりあえず片っ端から返していってすっげえずーっと やり続けて、そう仕事中も延々やってた。めっちゃなんかこんなつもりなかったのにって感じ、嬉しいよね。いやもう本当嬉しいです、うん、ありがたいですよね。お前誰やねんがもう一人あまあまあまあそうですね、うん、そうそうやっぱりねもうねこうチャンネル見てる くださってる人たちにはやっぱこう伝えたいのは、うんうん、僕だけじゃないからって、うん、まあね、チャンネル名はチャンネルちゃみやだけど僕と淳君と二人でもともと淳君から、うんうん、僕に言ってもらって始まったわけじゃないですか。だからやっぱりね淳君をフューチャーする回がね、うん、ないと、うんうん、気持ち悪いなっていう、あんま表に出ずに、ま、ちょっと後ろで、ま、毎回ほら後ろで声は出すけど、うん、ちょっとね僕的になんかそれじゃ気持ち悪いなと思って、うん、今回淳君のね回がそうなると照れくさくなる。まあまあでもやっぱそれあった方がいいじゃないですか、うんね、僕ら2人チームなんで。なんか海洋にもあんま行ったことないから、俺がもともとこの仕事する前は音楽しててっていうなとこのさ あんま聞いたことない、ね、うん、そうなんですよ。僕だからそれこそ伊沢くんから聞いてて、うん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 、ね、淳之介わかるっけっつって、うん、あーっつって、うん、まあおぼろげながら覚えてるっつって、うん、いや今すげえんだよっつって、その CD も出してアーティストやってんだよっつって、うんうん、すげえみたいなね、曲聴いてかっけえみたいな、そうそう、なんかね僕らのなんかこう若い時のドハマりなね、そうそうそう、まあこう見えて音楽してたんだけど、うん、なんか本当まあちょっとその時の話とかしたら面白いかなと思って、ああまあそうですね。まあ、元々大学で組んで、で、そうだったんですね。そうそうそう。で、まあ、ノリで組んで、で、ちょっとまあ、面白く遊び出てきたらいいなぐらいだったんだけど、なんかちょっと、じゃ自分たちの曲、最初コピー版だったんだけど、自分たちの曲じゃ作って出てみるかって出たら、なんか結構反応が良くて、で、結構最初から、結構どんどんいい対バンとかをさ、つけてくれるようになって、で、そゴーイングステディとかが解散した直後の銀杏ボーイズとか、はい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 、そういうなんつうの、もう普通 都会じゃありえないような人とことやらせてもらったりとかして、その時ちなみにサンボマスターも出てて、まだ売れてねえから、銀杏、それだから今から言ったら何年前の話だよ、ね、それが2004年ぐらいだから、今16年前だから俺が22とかだね、やばっ。サンボマスター売れてないから銀杏終わったらもうお客さんブワー帰って、最後サンボマスター3、40人ぐらいしか残んなくて、もともとその箱はどのぐらい入ってたんですか。300ぐらい入ってた。もうみんな帰ったよ、でもさその終わった後にさその後に売れたからサンボマスターがもうみんな絶対見ときゃよかったのにと思ってさ、確かにすげえかっこよかったしね、あその後ぐらいにたまたまチャコールヒーターってバンドの前座をさせてもらうことがあって、はいはい、そしたらその時なんかチャコールがなんていうのかな47都道府県全部回って、しかも絶対全部対バンをつけるっていう、なんかツアーしてて、その時の鹿児島で俺らで、でも、まあ、ほら売れた曲は知ってんじゃん、はい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 、ダメな自分でマッチのシーズン、ね、そうとかは知ってるぐらいで、はい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 、で、まあ、対バンしてリハしてる時になんかこう、うん、リハ終わりでそうボーカルの、うん、まあ、大塚さんって言うんだけど、その当時名前も知らないからさ、来て君ボーカルの子だよねっつって、はい、これあげるっつってなんかリトつけてるリストバンドくれたの、で、あ、すいません別にほら別に、まあ、知らないから、もう、知らんか、でもさ前座で出るじゃんそしたらお客さんに自慢するじゃん、はい、ほらこれボーカルの人にもらったらって自慢してで、まあ、ライブしたんだけど、
まあ、すっごい、まあ、なんだろう、まあ、ライブの手応えとかどうこうじゃなくて、なんかその時に、うん、なんかその事務所の社長がいて、でもすっげえ態度悪いの、その社長、こうやってお前らさ、どういうつもりでやってるみたいな。え、そのチャコールフィルターの事務所の社長、そして会った時聞いたら、めちゃくちゃ体調が悪くて、熱が40度ぐらいあって、こうやってしゃべってたんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、まあ、うん、まあ、すげえなと思って、そしたらなんかお前らやる気があるの、うん、まあまあやっていきたいですって言って言ったら、うん、まあ今度東京でイベントがあるんだけどつって、うん、その47都道府県回った中から、うん、そこに呼ぶやつらを厳選して何バンドか誘うんだけど、え、じゃあそれってもともとその対バンもそこが目当てな部分もあったってことですか？もしかしたらね。すげえな。でそこで、あ、行きたいですよって、まあ、旅費とかも全部出してくれて、うんうん、でそれなんでかさ、そのボーカルなんか47都道府県回った中で一番良かったなって、うちらが、あ、そうなんだ、チャコフィルが見た感じで、そのアーティストが行ってきたって、あ、なるほ ど、 なるほど、そ社長は見てないからさ、はいはいはい、確かに、そう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 、絶賛してたからって言われて行って、うんうん、台風の最中で、その時になんつうの、もう渋谷のクアトロっていうライブハウスでね、1000ぐらい入ってるとかな、聞いたことある、700-800に入ってたのね、台湾とかだって、あの二丁拳銃とか、あの笑い芸人とか、とかいてさ、で俺ちょうど ガキの使いで、なんかね、プロレスの、うん、ドッキリみたいな、マスクマンかぶってハマちゃんをボコボコにしたらハマちゃんがガチギレするみたいなやつを見た直後だったからさ、いると思って楽屋に行って、あの、ちょっと見ましたよ、あれ、うんうん、やばかったっすねみたいな話とかしてさ、うん、でもほら、もう田舎もんが東京に行くからさ、もう嬉しいわけだ、そう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 、嬉しくてさ、はいはい、うん、でそこで、まあ、披露した一曲があって、まあ、その時新曲ですって出した曲なんで、はあ、それがすっごいなんか事務所の社長にヒットして、お前らこんな曲もできるんだってなって、じゃあ本格的にうちでやっていくってなって、でそれが8月ぐらいだったんだけど、じゃあ1月にレコーディングするから、それまでに、何曲作って持ってきてみたいな感じ、あ、そんな風に言われるんですね、そうそうそう、で作って1月レコーディングしたら、終わって帰ってきたら電話来て、お前らさ、ちょっと待ってっつって、ちょっと曲が全部明るい曲がちょっと少ないから、2曲明るい曲作って10日後また来てって言われて、ってなって、おーおーおー、10日後にレコーディング、しかも それまでにさ2曲っすかってなってやけくそで作ってさ、で持ってって、まあもともとそこでまあデビューしたんだけど、その前にね、まああの全国デビューする前に、あのタワレコ限定の CD みたいなの出したの。その曲、まあ、3曲入りで。それはなんか自習。いや、それもその事務所が、事務所がやってくれて、500円 CD っつって。だからさ、俺、まあ、目を疑ったんだけど、当時あの俺が出したタイミングでね、何だったかな、多分ね、ミスターチルドレンのサインっていう曲が、はい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 、多分出てたタイミングだったので、俺夜中、うん、アンプって番組があるじゃん、はい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 、あれでなんかこうタワレコランキングとか出るわけよ、それでさ、おーおーおー、パッて俺見てたらさ、うん、あの1位キャメロン・ディアスとダミー・キーチョンで、2位がミスター・チュードレンだったの、やばっ、まあ、その中純くんが組んだバンドがキャメロン・ディアスっていう、そう、それ1位だったの、で、まあでもあれだよ、その限定だから、うん、そこで売れてるだけのやつなんだけど、すごっ、目を疑ったもんね、え、ちょっと待って抜いたーっつって、ね、ミスチルの上ってどういうことみたいな、まあでも多分そのオイリな週間ランキングの中だから、はい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 、ほんとトータルでビビたるもんなんだけど、その時もバンって爆発して、その時 ね、メッシュ抜いちゃった、そうそうそう、やばっ、びっくりしたもん、ね、それいいね、しかもなんかそれをなんかこうブラウン管越しで見るっていう、そうそうそう、ね、でそのこれ俺これ誰も見ないみたいなさテレビで見た、あ、その時にそのタカプラっていうあののがあったじゃん、うん、そこの CM ソングになってたのよ、それもさ俺見たことなくて、ほう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 、でパッてテレビ帰ってきてつけたらやってて、俺の曲だよって言いたいんだけど誰もいない、確かに確かに、うん、っていうのは上がったな、うーん、まあ、いいすっげえだからいい経験させてもらったやつが、その結局、バンド時代は何年ぐらいやったんですか、それがね意外に短いのよね、デビューしたのが2006年で、はい、解散が2008年だから、うーん、結局
がっつりデビューしてからは2年ぐらいしかやってないね。あ、そうなんだ、うん、なんかもう俺の中ですげえ長い期間やってた。俺もそんな感じしてたもん。その分思い出がギュッとなってんだね。そう、うん、いい経験させてもらった。なんか本当に、なんつうかな、一時の、一時期の芸能人気取りみたいなさのができたっていうか、なんかほら、一番やっぱ嬉しいのは有名な人と会うとか。いや、まあまあまあ、うん、確かに確かに、うん、チャコフル解散ライブっていうのがあって、はいはいはい、その時にまあ出たんだけど、あの俺らと、まあ、他にもう名だたる有名な稲子ライダーとか、はい、すごっ。そう、うん、で出たんだけど、あと、うん、歌い人羽っていう、はい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 、で俺なんつうの出演者の特別な、うん、その2階席みたいなのがあってさ、そこに行こうかなと思ったら警備員に、うん、あ、ごめんなさい、あの一般の人は入らないから。いや、俺結構さ、もうそのままだったから、はい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 、全然ほんオーラもクソもないから、もうよく止められてたのよ。それを、ね、ネタにしてさ、まあ、爆笑するみたいな。まあまあ、いいフックで。そう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 。で、なまってるしさ、このまま喋るから。で、ね、その時にね、まあ、まあ、別に大丈夫、言って大丈夫ですけど、稲子ライダーと、はい、あのスピードの、はいはいはい、エリコで結婚したじゃん、はいはいはい、あのさ、まあ、普通にちょっとその当時ぐらいですか。そうそう、まあ、結婚したから普通に見てるじゃん、そしたらさ、はいはい、いるわけそこに、おいスピードがエリコが、おいやばー、エリコいると思って、おやべえって思って、やっぱそういう方がなんかどっちかって言ったらライブよりもね、ちょっと一時エリコ見せてた、エリコやつやば、すげえな。いや、そういう経験をさせてもらったって感覚よね、どっちかって言ったら。なんかいいね、や続けてれば、まあ、いろいろあったんだろうけど、うん、まあ、楽しかったよね。だってそれこそ対バンで言うと、ラッドインプスとかね。おお、まあ、売れる、まあ、売れてたけど当時、ラッドインプス3っていう、 3っていうアルバムが出た時の鹿児島対バンとかさ、はいはい、してもらったりとか。その活動自体は、もともとはもう常に鹿児島に、まあ、そうそうそう、あ、それを、あの、まあ基準というか、まあ、結局お前たちは鹿児島にいて、はい、その鹿児島の感じを、うんうんうん、あの全国に届けろみたいな。なるほどなるほど。だって沖縄のアーティストって沖縄在住でずっとやってる。確かに確かに。その感じを鹿児島でやろうって。はあ、なるほどね、うん、いい、面白い。え、それはあの何ですか、2年間の中でそのツアーとか、うん、そういうのってあったんですか。そう、キャメル2回した、2回全国ツアーした。やばだから40日ぐらい飛び出し、うん、まあ、当時バイトもしたんだけど、うん、1ヶ月、2ヶ月まで割り休みもらって、うんうんうん、で行ってきますっつって、すごいですね、2年間の中で2回全国回るって、うん、なんかこう僕ちょっとよく分かんないですけど、うん、デビューしてそんなポンってできるもんなのかって思っちゃうんですね。いやでも当時はね、当時のバンド結構みんなやってたよ。ああ、なるほど。自分だ、2回目なんか自分らでほとんどブッキングしたからさ、うん、1回目は全部組んでくれて、はい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 、まあ面白いやつらとも出会ったし、本当に1回しか、1回2回しか会ってないのに、もう本当、はい、親友になるぐらい仲良くなるっていうかさ、あ、もう共通項が決まってるじゃん、音楽っていうのでさ。確かに、あのバンドマンさん、アーティストさん全般なんですかね、うんうん、あのそういう傾向によくあるっすよね、うん、だって、まあ、うちで一回あのなんすけあのウォークインフェスの選手 の、 あの、うん、イエスフューチャーツアーのしぶしの第一発目、うちの店でやった、だっこのちっちゃい小箱で、うんうんうん、苦情が来てね、そうそうそう、ダメだった大江さんからね、うん、ロックバンド の、 あのイベントはやめてって、ね、あのさすがにね、おじさんやってんのか今まだ元気に。いやもうコロナで全然でしょ。これでもこの間バックスキドライブしてたよ。あ、本当ですか。本当ね、ソーシャルディスタンスを守ってお客さんにバミリーチを決めてそこにこう立ってやるんだってこと。じゃあまあそのなんか動いちゃいけない、ラインはなしの、そう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 、やば、大変だわ。大変だよね、でちょっとこの間顔出したの、鹿児島で仕事あったから、したらその時もさ、やっぱあ、ごめんちょっと距離は取ってねとか言われてさ、でアンコールもない、でなんかアンコールもないでしょ。ない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 。あ、でもアンコールしたか、アンコール基本ない、まあ、アンコールって言えないですもんね。うん、一応こう静かめの子拍手がなんかあのそうか、うん、え、じゃあそのアーティストがさ2年やって、うん、何歳でしぶしぶ戻ってきたんですか。12年も26か、もう帰ってきてすぐぐらいに多分僕は純くんに会ってるっすもんね。スターブルーだったっけ、うん、スターブルーだったのか、うん、伊沢くんちゃったのかわかんないですけど、で会ってるっすもんね。
だから帰ってきてね、本当なんつうの、本当にめっちゃ帰ってくるけど自分の居場所がない感じがすげえあったの最初。そうだよね、もうその間にこっちはね、そう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 、その年になったやつらのコミュニティみたいなものが出来上がってるからね、うん、でさ、バンドして、うん、た時にのまんまの感じで帰ってきてるから、ま、ま、音楽まだやってんでしょみたいな感じで聞かれるのもさ、ちょっとなんかこうね、あ、そうね、もうやめても、うん、やめて帰ってきたから、確かに。でも伊沢がね、めっちゃいろんな人とつなげてくれて、その時ちょっと同級生いっぱいいるからさっつって飲もうよってなって、まあ、そっから、うん、いろいろつながったかな。確かに。これはもう当時の経験、本当に絶対できない経験したから、いやー、すごい、なんか、うん、壮大な夏休み感がすごいっすよね。いや、いいな。だってマジで、ま、だってバンドして飯食ってるとかすごいやんな、音楽好きなことやってて、うん、ま、一応俺作曲してたから。あ、両方やってたんですね。そうそうそう。で、あの、まあ、ちょっと入るわけよ、やっぱメンバーよりは。はい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 、はい、で、パッとあの明細見たら、もう結構入ってるみたいな。俺らレベルでだよ、このレベルで今度入るから、もう本当桜井さんとか、はいはいはい、もうすごいよ。一時期純くんが抜いた桜井さん、そうそうそう、やばいよマジで。いやー、そうなんだ。俺レベルでこんな入るのかと思って。もう全然普通にあの暮らしていけるぐらいな。まあそれが続けばね。ああ、うん、なるほどなるほど。でもほら、でもそう、やっぱ出たての頃はさ、バンって出た時はちょっとフューチャーされて、ちょっと売れるじゃん、うんうんうん、でそれがだから持続してどんどん出していかなきゃやっぱダメだ。うーん、でもだから俺このチャンネルとかはもう、なんつうの、この街にいる人だけネタがあるわけじゃん、うん、いや、そうっす、そうっす、3万通り以上あるわけじゃん。いや、もうですよ、うん、だからそう思えば、もうすげえなと思って、うん、逆に言うとここの街だけじゃなくていいわけじゃん、うん、確かに誰か呼んだりとか、そこで引っ張ってきてるのね、うん、確かに。今 何回出てもいいし、うん、でその人のパーソナリティの部分がここで垣間見えることが、なんかこのチャンネルの、ね、うん、ね、ポイントだと思ってるから、うん、やっぱこうね、普通にこうやってナチュラルにお話をするところで生まれる、うんうん、なんかその人間性をね、やっぱ見てもらえたらいいかなと思うですね。なんかいいの始めたなと思うんですよ。いや、まあね、実際なんかね、うん、なんかその大トロ以上のレスポンスがやっぱりね、うん、あったから、あ、やっぱり初めてよかったんだってちょっとね、うん、再確認向いていったしね、はっきり言って、ね、ネタには困らんもんね。いや、確かにおもろい人いっぱいあるしさ。ですです、うん、いや、マジでそろそろな、まあ、何回見かにしてたけど、ちょっとガッツンと年齢上の、確かに確かに、本当レジェンドな、レジェンド枠みたいな。いや、まあ、僕らにとってのレジェンド枠というか、ね、うん、いや、ちょっと、うん、ね、この人来たかみたいな。確かに確かに、あ、面白いよ絶対ね、本当になんかこう市長来ちゃったとかね、市長県知事来ないですかね。俺めちゃめちゃ応援したんですけどね。あ、そう、うん、講演会とかも行ったんで。俺、まあでも最終的に俺の目標は、うん、有料化超特急さんを呼びたい、ね、ここにね。めっちゃ好きなのよ、有料化超特急。もうずっと言ってるっすもんね、うん、いや、僕は長州力を呼びたいです。ああ、じゃあ抱き合わせでしょ。抱き合わせ。どっちがメインよ。まあまあ、ほら、あの、うん、2人ともプロレス。そうだね、そうだね、っていうところつながりは、有料化さんは、うん、あの藤波やってるから。あ、そうだね、ハハハ、そうそうそう、確かに、うん、片手変えるぞって言ってほしいですもんね、やっぱり。まあ、ここ止まるとこあるの、そこあるから。いやー、まあ、で、今なんだかんだで映像制作をしております、ということで、今だから、結婚式とかでやったりとか。そうだね、メインはね、うんうん、まあ、俺が作ってる映像で、あの、まあ、まあ、こんな感じなんですけど、どうぞ。スマートニュースね、ばあちゃん、このクーポンチャンネルって知ってる？それ何何？店ごとにね、ずらーってクーポンが並んでて、便利だから毎日使ってるんだけど。目が近いな、おばあちゃん。スマートニュース今すぐダウンロード。で、まあ、こんな感じなんだけど、っていう、まあ、結局そうですよね。そう、例えば本当に面白いことしたいから、新郎新婦さんとか、まあね、まあ、僕離婚したけど、僕の結婚式も映像撮ってもらったんですから。はいはい、まあ、でもあれはもう僕の中で、うん、その200億万点だったから、うん、あれってあんなことしてないもんな、副音声撮ってね。そうそうそう、だから DVD2 枚組にするっていう、ね、
その DVD を見てるのをまた撮って、うん、副音声撮ったってあれ すごいよね。いやでもやっぱりほらあの、まあ、結婚式の映像自体もそうですけど、で僕がもうあの日本 の, そのジャパニーズヒップホップグループのライムスターっていうのが、うん、もう本当に好きすぎて、うん、あの真似をね、そのライブ映像をそのまんま持っていくって、まあ、あのそのライムスターがやっぱりその特典映像というかね、で副音声、うん、でビール飲みながらその映像を見てっていうのは、うん、僕もそれしたいってやっぱ思ったから、うん、もうだってこう副音声撮ってる時も副音声の副音声また撮るってこの時ねあいつがこんな顔してマサイがこんな顔してとかね全然気持ちのないことを言って、うん、そうそうそう、あでも、うん、本当にだからそのなんかこうこっちが提示したものを具現化する能力のエグさはやっぱりそのなんか映像屋さんすごいなっていう、そう、ね、でしかもそれなんか全力で遊んでる感じがいいよね、本当、うん、楽しんでなんかねそういう映像とか作ってもらいたいですけどね、ぜひなんかあのなんかこう結婚する方とかちょっと言ってくれたら、ね、よろしくどうぞ、よろしくどうぞ、はい、ちなみにこのとチャンネルの頭とケツにちょっと音が入ってる、あれも俺がよくあの好きなバンドで、で対バンしてた、そうなんですね、鹿児島宮崎とかこう一緒に回ったりとか、逆に鹿児島、まあそのなんかこうインディーズアーティストとかの人が、うんうん、そのこう注入金使ってくださいみたいなのとかって、ああ全然使うね、もらえたね、なんかそのそれだったらなんかそのアーティスト名もそこに入れるし、うん、宣伝なんですよ ね、うん、いつか来てもらったりとかしてね、そう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 、うん、ね、そういうのも面白いですよね、いいね、いいね、うん、あとなんかこうしぶしでやってる YouTuber さんたちが、うん、そのコラボしようみたいなことを、うん、しぶしで YouTuber さんそんないんの、いやそうそう頻量多くないですよ、うん、でもどうせだったらみたいな、なんか一緒に何かできることってないのかな、うん、それこそほら宮田大ちゃん、あ、そう、やってたね、うん、あ、いいやん、あれ、うん、なんか土地のさ、探し方とかさ、そう失敗してない色立て方とか、うん、びっくりした、あ、やってんだと思って、ね、アーク放物線、なんか毎回なんか日本一みたいな、なんか優勝賞みたいなのを取ってるから、うんうん、すごいね、ね、バスケット変態ですからね、そう、そうなんや、座ったからさ、マジでなんか NBA 見に行ってるんですから、あ、そう、はい、やば、なんか変につっけどうせ、まあ、楽しいことやっていこう、ですです、うん、なんかね、なんか内容のないこともやっていいと思うし、なんか、まあ本当どうでもいいことだけど、うん、これテレビのボリュームって、うん、5の倍数じゃないと気持ちが悪いなっていつも、え、わかる、25とか6とか7はダメ、26とかだったらあ、もうだ25にする、27、8だったら四捨五入するね、どっちかに、なんかそれ俺ね下げるんすか上げるんすか、いやそれも聞こえが方なんだけど、ほうほう、なんか見てて気持ち悪くなっちゃうのっていう、どうでもいいようなことを、あ、確かに今ちょっと喋ってみる、最近奥歯にあの当たり目とか食べると詰まるからどうでもいいやろ、どうでもいい、マジどうでもいい、お前泣かないの、どう、俺あのタバコの吸い殻と肺を完全にこうセパレートに分けるんですよ、どうでもいい、どうでもいいマジどうでもいい、俺、うん、最近背中痒いですどうでも良すぎるがもう薄すぎません俺は常にこのお店のあの奥にいる亀仙人のサングラスは上げてます、うんうん、どうでもいいわ知らねえマジでどうでもいいわ、これね、あ、これあ、まあそんな感じだね、まあそうですこのチャンネル確かに、うん、そんな感じのチャンネル、うん、Let's meet again.